バンバンバンのアニソン大好き、5月の29日渋谷吉本無限大ドーム1にて開催いたします。ゲストにアズナリクさんをお招きしまして、アニソンのことを喋ったり、お笑いやったりいろんなことします。アニソンも歌ってもらいます。ぜひ見に来てください。バンバンバンの YouTube でこのビリビリ芸人のお話がしたい。今回はアイデンティティの田島くんに来てもらってます。はい、おっす、俺のザーマサコのモノマネの中身をやっている男田島です。やっている男だったんだ。はい、やってる男、モノマネをやっている中身の男です。受け身だから、受け身な感じだった。よろしくお願いします。お願いします。今回はどうもありがとうございます。いやいや、こちらこそ。いや、なんか、急に、そう、このパターンは本当にないよ。いつも野沢さんとフリーザで、はい、まあね、三浦くんがいてとかね。まあ、ないですね、でもフリーザがいる時は野沢さんで、やっぱり、そうですよね、はい、そうそうそう。なんかね、こう、変な感じ、呼んどいて。そうですよね、呼んどいて変な感じ。これね、私が一番思ってます。これで思ってるから。これでいるから。だから僕がそのフリーザの化粧を終わるのを待ってるっていう。あの、大体逆なんですよ。あの、僕の方が時間かかるんで。そうなの？いつも。はい。だから、え、そうなんだ。フリーザの方が先に化粧終わって、野沢さんの方が時間かかるんで。そうなの？どんだけ慣れてんだろう。いや、のに。多分ね、僕が時間かかりすぎる。すっごい丁寧。細かく、まあ、女性だからね、女性。はい。女性だから。女性、あの、やっぱり、大にさん失礼。失礼ないようにって言ったんですけども。なんか、こういう、はい、その、バンバンバンの二人で、いつも DB 芸人の、はい、スロー DB 芸人の方呼んで、なんからしいですね。お話をいろいろ聞いたんですけど、そうです。なんか本当、普通に、はい、多分あっちこっちで喋ってるかもしれないですけど、はい、本当小学校の時の話とか、いや、そんなこと聞いていこうと思ってるんですよ。いや、だからなんかそういうね、YouTube やってらして、うん、それでなんかあの、今までこういう方呼んだんですっつって言って、うんうんうん、確か DB 芸人の、うん、岸隼人と、うん、門田くんからの動画を例として一応送ってきてもらったの、うんうんうん、で、その岸くんとだから門田くんが素で喋ってるわけじゃないですか、うん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 、で、あ、まあ、その確認するのもめんどくさいなと思って、あの、ちょっとみんなにめんどくさい、みんなかめんどくさいじゃないよ。いや、ちょっと申し訳ないです。あの、いや、いいよいいよ、別に門田くんと岸くんの別に素の話で。ほらほらほら、おい、確認するのもちょっと、おいおいおい、確認するのもちょっと浅いよ、参考でもちょっと興味、中身に興味持て、興味を。まあでも、あの、はい、あの、嬉しいです。ありがとうございます。いやいや、なんかそうやってなんか DB 芸人のそのあれですよね、うん、なんか素の部分っていうそ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 う、どんな人なのかなっていうの。いや、それはすごい嬉しいですよね。なんか出身はどこなんですか。出身は、一応地元は神奈川県の、はい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 、小田原っていう、小田原市からっていうことになってるんですけど、なってるんですけど、なってるんですけど、生まれはまた全然違って、都内だったりとかして、はい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 、はい、転勤族だった。ああ、はい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 、なんで、まあ、あの、横浜に住んでた時もあったし、で、まあ一番長かったのは小田原。ああ、なるほどなるほど。一応小田原で。何歳から何歳まで小田原だったんですか。小4から、まあ、高3、4、あ、長い長い長い。専門の、あの、東京アナウンス学院って、そこで三浦と会うんですけども、そこまではずっと小田原に住んでました。あ、それ以前は本当あっちこっち、うん、そうですね、あの、小学校転校で転校生だったんですよね。転校するたびにその友達がまたゼロから作り直すじゃないですか。そうなんですよ、ただ、僕はやっぱりドラゴンボール好きだったんですよ、はいはい、あ、もうその時からですね。で、あの、今も YouTube でやらせてもらってるんですけど、ドラゴンボールの絵と描くの得意だったんですよ。あー、昔から、はい、へえ。で、あの、もうクラス中から要は書いてくれて、紙が集まってくる。リクエストが来る。リクエストで、あの頃はもうドラゴンボールも全然、いや、もうね、一番みんな好きだから、やっぱりヒーローなわけですよ。要はそのドラゴンボールの絵を描けるから、うまく描けるし、で、いろんなクラスから、もう名前も知らないやつが、要は紙を持って、そんなに来るわけですよ。で、こう、紙が溜まっていくんですけど、誰が何のキャラを言って、ね、あ、リクエストが、はいはい、もう分かんなくなっちゃって、どんどん溜まってって、それでなんか知らないやつが、そろそろ俺のかけたとか言ったら、なんだっけみたいな、誰だっけ、もう誰だっけ、もうちょっと分かんなくなっちゃって、全然。へぇー。で、その特技があったんで、やっぱりこう、転校しても、やっぱ、そう、なんていうんですか、すぐにそういうので、へぇー、すごー、なるほどね、友達をっていうのは作れましたよ。ドラゴンボール以前から絵を描いてたんですか。
絵はまあ、いやでもドラゴンボールからですね、絵を描くようになって、漫画描きたい、ドラゴンボール描きたいってなって、はい、ドラゴンボールの絵からまずそのやり始めましたら、こうコミックスを持ってき買ってきてもらったら、うんうんうん、こうなそう好きな絵柄をこう選んで、うんうんうん、ページにこうやってやって、そこをこう写すっていう、ああ、なになにこれ、これどこどこ、あ、だからこうページを、あー、グッと固定してグッと固定して、固定してもう絵柄を、その、だからストーリーを読むよりも好きなその角度をまず最初に見つけるっていう、そのためにコミックス買ってきてもらってるぐらい、絵がすごい好きだった、その「ドラゴンボール」のあの悟空の絵が好きだったんですよ、才能があったんでしょうね。でもすぐ友達ができる感じだったんだ、やっぱ「ドラゴンボール」はすごい好きだったんで、はい、あとサッカーも好きだったんで、そう、小学校その転校してサッカーまた始めたりとか、でサッカークラブ入ったりとかでまたちょっと友達増えた。運動神経もいいですもんね、マロニエル見てる限りだと。ああ、まあそうです、体育の成績はまあ、まあ、いい方ではありました、ね。マロニエルの人たちが運動神経悪いっていうのもありますけどね、まあ、いやまあそのベジータがダントツよ。ベジータはちょっとね、もう悪いしな、もう俺もね。そうか、フリーザーも悪いか、めっちゃ下手だからな、うん、だからレギュラーメンバー、まあその時はまあレギュラーだったんですけど。さあ、ここでも言うの。もうすいません、その時のレギュラーメンバー3人中の2人が運動神経分かってたもんな。で、その高校行って、はい、東京アナウンス学院に行くわけじゃないですか、はいはい、あと どういった経緯で行くって決めてたんですか、もうお笑いやりたいっていうので行くんですか。そう、でもなんか、うん、お笑いは中学校の時はなんか人を笑わしたい、クラスの結構お笑い、うんうん、まあ結構なんか笑いを取る、うん、人気者みたいな方みたいな感じだったんですけど、うんうん、高校は意外とちょっと静かに暮らしてて、でなんかそうですね、でもなんか心の中ではあったんですよね、うんうん、なんかテレビに出たいみたいな、はい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 、はい、でもドラゴン、あ、ドラゴンボールじゃない、あのサッカー選手を目指してた時、うんうん、あ、はい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 、はい、まあ、そのサッカーを本気でやってる時は当然サッカー選手になれたらいいなと思いましたけど、でもやっぱ現実的に実力で分かるじゃないですか、あ、これはプロにはなれないなとかって思った時に、じゃあどうしようってなって高校の進路を決める時に、やばい、どうしよう、やりたいものを別になくなっちゃったってなった時に、とりあえず大学に進むっていうのもあったんですけど、うちの親がやっぱりなんかそう、とりあえず進学とかいうのは、はいはい、あの結局とりあえず進学しても大体みんな遊んで、でなんかそうで就職の時にまた苦労するんだから、それだったらちゃんと何か目的を持って専門だったりなんかやった方がいいっていう風な、親しっかりしてるな、そうだった、そんな言わない、なんかとりあえず学校そうそう、うん、進学しときなさいっていう感じの考えではなかった、すごい、結構そういう人が多い気がするけど、ね、そうそう、言ってくれたんで、そう言ってくれたんで、ちょっとダメ元で、うん、ちょっとお笑いやってみたいんだけどって言ったら、なんか、えってなって、意外すぎる、意外すぎる、うんうん、でも、向こうもそう言っちゃった手前、まあまあまあ、確かにね、引っ込めないでしょ、そんな回答が来ると思ってもいいかな、じゃあどうしようってなって、ね、で、まあいろいろこうね、NSC だとか、うん、JCA だとか、そういうなんか養成所とかもいろいろ検索して、うんうん、まあ最終的にその東京アナウンス学院っていう決め手なんですね、決め手は、いやでもやっぱりあの専門学校なんで唯一、要はそういう養成所と違って、最終学園として、そうなんです、そうなんです、一応学校法人で、ああそうか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 、まあだからまあ親も一応そこはちょっと、うんうん、やっぱその分学費とか結構高かったりするんですけども、でもやっぱりまあ一応授業として毎日ちゃんとカリキュラムがあるからっていうことで、まあそこどうって言って行ったんです、ちゃんと学校なんですね、そうなんです、一応学校なんです、ちゃんとどういう授業があるんですか、あの本当にだからお笑い、その中のお笑いタレントかっていうところで行ってやったんですけど、まあ毎週金曜日にネタ見せがあって、それこそプロダクションのお偉いさんがそのネタ見せで見に来てくれて、全員ネタ見せって、それで1週間に1遍ずつこうやって毎週毎週ネタ見せして、最後の週にライブがあるんですよ、でそれでライブでネタを、その2ヶ月磨いたネタを披露するっていうのをやりなつつ、他にもいろんなお笑い科の授業あって、でプラスその選択授業っていうの、はい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 、それはなんか本当に他の科、声優科とかアナウンス科とかいっぱいあるんですけど、そういう人たちが一斉に、要はその
なんていうんですか、そういう授業を選択するんですよ。だからそれこそいろんな授業があって、縦の、いやすごい、中国武術とか、まあ、なんかそういうのもあったりだとか、すごいな、はい、なんかそういういろんなのある中の、じゃあなんか面白いと思うやつをこう取って自分で選んで、選んで、何選んだんですか、その中で。だからそれこそ、うん、まさかこういう芸風やるとは思ってなかったですけど、アテレコの授業は取ったんですよ。声優、アテレコっていう授業をやって、もちろんやっぱりそれ来てるやつらはやっぱり声優科の人たちが多いんですけど、まあうちで三浦も確かいたんじゃないですか、一緒に受けてた記憶があります。芸歴何年目も。もうだから2005年にそれで太田プロでデビューっていうかそのまま。でも2004年の時点で、まあ、学生なんですけど、太田プロのライブには出させてもらったんですよ。なるほどなるほど、アマチュアという扱い、一応学生という扱いなんですけど、でもそのまま、あ、じゃあそのままあの所属でっていう感じだったんで、一応2005年から数えてるんで、もう17年超えました、18年目とかな。あ、藤本と同期ぐらいになるのかな。そうです、一応聞いてたところ、まあ、同期。ああ、なるほどなるほど、はい。ちょっと待って、三浦君はその最初、学校でどういう出会いだったんですか。三浦は、最初、一番最初、そのまずお笑いタレントの学校入ってから、いきなりその親睦会を深める、親睦会も含めた合宿があるんですよ。いきなり合宿から入るんですよ。でそこで初めてその同じ学生の仲間とかも、かの仲間とも会うんですけど、でバスに乗り込むじゃないですか。で初めて、あ、こいつらがお笑いタレントかの一緒のやつらなんだって思った。で、みんな適当に席座るじゃないですか。はい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 、はい、多分早く着いたものから、もうなんか仲良くなってるやつらはいたんですよ。そのいれば、まだ全然溶け込んでなくて、俺はあのお笑い、こいつらにはストイックにだよ、俺は俺らと一緒になんねんっていう感じ、ジャックライブ、ジャックライブっていう感じのやつもいるんです。前の方に座ってたんですよ。その中で、やっぱり後ろのこのなんかバスの真後ろの後部座席を陣取ってなんかこう大騒ぎしてみんなウェーってやってる集団がいたんですよ。それの真ん中に座ったら見えない。意外すごい。あそこ人気者席じゃん。だっていや、そうなんですよ、バスの最高の真ん中、意外だな。で、なんとファッションも、もうあのオーバーサイズのこうなんか T シャツに、はい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 、はい、鎖みたいなチェーンラッパーすごいな。田舎から出てきたそういうラッパーを模したなんかチンチクリーンの、はいはいはい、でなんか土管みたいなデニムを履いてスニーカー履いてみたいなやつが、ビーボーイのこんなんなって、ビーボーイじゃん。そうそうそうチェーンみたいな、ビーボーイじゃん。出発進行って、すげえやついるなと。あ、なんかやんちゃだったのかな、地元でやんちゃだって、ちょっとお笑いもね、やっぱりできるかなと思って来てるのかなっていう感じだったんですけど、でもなんか接してみたら全然、なんか意外とチンチクリーンが全然なんかそんな怖い感じもなく、はい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 、でもなんかだから三浦とは組みたいとは最初全く思わなかった。まあそうかもね。しかもボケ志望だったんで、ああうんうんうん、やっぱり基本的にボケ志望が多いですよ。あのみんなやっぱボケやりたいです。そうなんだ。あツッコミをやりたいって最初からツッコミ希望で来てる人って少なかったんで、あ本当にその中でツッコミを俺やりたいって来てるやつは結構みんな取り合いになってたりしました。ああもうツッコミがいたら組んでくれたらバンドのベースみたいなことですよ。そんな感じだから三浦も完全にボケだったんで、僕は別に三浦と組むっていう発想はなかった。いまだにちょっとボケをするもんね、三浦くんね。あーそうですね。あれでもまあ、天然なのかよ。あ、え、田島君はどっちだったんですか、ボケとツッコミ。僕はもう、言ったら僕が一番最初からスタンス変わってないですね。もうずっとボケで、しかもなんかこう、まあ、狙ったようなボケを言いたがるやつだったんで、まあ野沢さんになってあんなキャラの感じになりましたけども、だからずっとそういう感じで漫才やってたんです。まあ言ったらちょっとシュッとしたちゃんとしたボケと、はい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 、正統派ボケ、正統派ボケとっていう感じでやってて、で相方もコロコロ変わってたんですけど、基本的には漫才でずっとボケを、うんうんうん、で三浦がやっぱりその、まあ、僕を見て
なんか僕のボケが気に入った、うん、好きだったって言ってくれて、それで組みたいって言ってくれた。ああ、三浦君から。そう、三浦から最初。学校入ってどれぐらい経ってたの？いや、もう1年ぐらい。だから、もう、1年生のうちは、1年生の最後ぐらいですね、もう。東京アナウンス学園で2年間。2年生の専門学校なんで、1年生の最後ぐらいに、あの言ってきてくれたんですけど、僕はやっぱり三浦はボケのイメージが強かったし、ツッコミってやっぱ僕はツッコミが欲しかったんですよ、はいはいはい、すごくちゃんとしたピシッとピシッとツッコんでくれる人が欲しかったんで、ちょっとなんか三浦とはあんまり見えないからって言ってて、まあ全然仲は良かったんですけど、で一回破談になってるんですよ、はい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 、でお互いじゃあつって別のやつまた組むんですけど、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントなどどんどんお願いします。やらないと殺しますよ。ひえー